皆さんこんばんは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草子新聞購読視聴規約ここでね一旦動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を全て詳細に読んでください 一つでもね、一か所でも納得できないというところがありましたら、えー、この動画を止めて、他の人の動画を見てください。すべて一号一句承諾しますという方のみ、えー、この動画の続きを見ることができます。それでは行きましょう。2019年3月日日水曜日暗号一産草コイン研究会今ね、時刻は夜の10時半なんですよ。 で通常はねあの、この時間はあのライブやってるんですけどちょっとね、緊急の緊急の情報がね入ってきたもんですから、えー、急きょね、ライブをちょっと11時ぐらいからに来てもらってですね、緊急の動画を撮影しております。緊急の動画を撮影しております。なんとですね、本日の話題なんですが、ここ、青いところ。 電通が日銀に変わる日ということでね、<laughs> まあ日銀、いわゆるですね世界のですね貨幣制度を牛耳っているのはロックフェラーとロッチャルド、あと JP モルガンなどなんですけども、<laughs> えー、そこら辺の、ですね、まあ、そこら辺はまあ大,した大した人間じゃないんだけど <laughs>、人間って怒られちゃうけど <laughs>、実動部隊で,、まあ実動部隊でね、実際には裏には。 フリーメイソンとかね、あのバラ十字とか、えー、秘密結社がいるんですよね。で、その、えー、日本の,あの、この地球上のですね、人類の進化、それと人類の進化のための、人類進化のためのですね、政治経済を、えー、司さどっているのが、えー、メイソン・リーとか、バラ十字とか、まあ他の秘密結社、他にも秘密結社いっぱいありますけれども。 えー、いわゆるホワイトブラザーフットですね。ホワイトブラザーフットということで、地球に、地に足をつけた、地に足をつけて、人類のね、霊的進化を監視、監督しているのが、メイソン・リーとか、えー、秘密結社ですね。じゃあ、そのメイソン・リー、まあ地に、地球上のね、地に足をつけて、えー、まあ、今までのね、貨幣制度で、 人類を支配するというものをですね。まあ、それは食品とか医療とかそういうの全部やってんだけど、じゃあその地球上、以外のところね、宇宙からの指令出してるのは何か、誰かっていうと、それは宇宙人なんだけど、それは、それらの人たちの全てをですね、ホワイトブラザーヘッドって言ってるんだよね。うん。地に足をつけたメーソン、まあ、まあ、僕たちとは言わないけどね、メイソンリーとかはホワイトブラザーフッドと。 で、宇宙からの指令を出してるのが、ホワイトブラザーヘッドと。で、他にもいるんだよ。ホワイトブラザーハンドとかね。で、そこら辺は、えー、またね、あの、叱るべき人にだけをお伝えする必要があるかもしれませんね。そして、今回ですね、今日昼間にですね、あの、大変な情報が入ってきて、これですね、D カレットができたと。まあ、先月の末ですね、仮想通貨、<laughs> 交換ディーカレット電子マネーに対応ということで、えー、JR 東日本も株主、株式出資してるんだけども、インターネットイニシアティブの仮想通貨交換業者、ディーカレットは27日と、ま、今後の事業展開を発表した仮想通貨による、えー、既存の電子マネーのチャージに困夏にも対応と、えー、JR, JR 東日本の Suica などを検討している共通ポイントなども交換できると。 データル資産のプラットフォームを構築するということで、このねニュースを、ああのこのニュースが解禁されたもんですからね、僕のところにもあのずっと前から入ってましたけど、一般公開の情報解禁が入りましたので、私も動画を作って出したわけなんですが、ちょっとね、どうなってるのかなと思って、d カレットについてね、ちょっとね問い合わせがあったんですよ。 で、D カレットの、まあ、あの、草コイン新聞購読、草コイン新聞を購読されてる方からね、D カレットのホームページ見ると、これこれ、まあ、これはまあデジタルって感じだよね。で、この D カレットの展望、私たちの描く未来、そして将来に向けて我々が中心、ロードアップについてお伝えしますたことで、これ、ね、交換価値サービスとか、まあ、 今後のロードマークリア,ルリアルとデジタルの橋渡し、ディーリング、まあ、いろいろ書いてあるんですがこれ、これ何ですかとこの大陸何ですかってねこの大陸はねまさしくですねまさしくパンゲア大陸なんですよパンゲア大陸で皆さんパンゲア大陸って知ってますかじゃ調べてみましょうか。 パンゲアって入れるとですね、<laughs> パンゲア大陸ってウィキピアで出てくるんですけど、これね、パンゲア大陸そのもので、パンゲア大陸は、ペルム期からえ何とか期にかけて存在した超大陸であると。パンゲアという名前は古代ギリシア語のパン全体のガイア、大地の女神から。まあ、あの、大陸移動説があってですね、昔は、 えー、2億5000万年前とかね、昔はすべての大陸、ユーラシア大陸とか、北アメリカ大陸、明明アメリカ大陸、アフリカ、オーストラリア、インド、南極とか、全部1個になったと、あの、アジアもね、日本も、日本どこにあるのか知んないけど、これイタリアかな、ちょっとわかんないけど、全部1個で、ね、全部1つで、1つの大陸でしたよ、と。これがパンゲア大陸なんですよ。で、これなんでここに書いたんだよ、と。 一つ、なんで一つ、なんでパンギア大陸が書いたんですかと。こっちは宇宙ですよと。何なんですかと。いうことでですね、えー、質問がありました。で、まあ、僕にも、僕もね、ああ、そういなんか、世界統一通貨にするのかなというふうに考えてたんですけど、あのー、ちょっとね、やっぱり、聞いてみたんですね。僕が所属する、えー、なんとかリー、 の上にですね、地域,エリ,地域エリアマネージャーがいるんですよ。あの、ホワイト、ホワイトブラザーフットのいくつかの秘密結社を統括するですね、えー、エリアマネージャーに聞いてみたんだよね。そしたらね、お前よく見ろと。D カレントのね、ホームページ。ね、よく見ろと。こうね、IIAJ とか、伊藤忠とかね。まあ、野村、野村が入ってると怖いよね。しかも野村の本体だもんね。 野村証券じゃなくて野村ホールディングスだもんね。怖い。これが怖いよね。秘密結社。メイソンだもんね、これねで。よく見ると、ね。よく見ると、<laughs> 一番最後に何が乗ってんだと。ね。本当はこれ、こうなってて、<laughs> 一番最後に何が乗ってるかというとですね、電通なんですよ。電通なんです。で、 電通の D だよと。<laughs> D カレントと。電通通貨だと。電通通貨が D カレントっていう会社なんだよと。この会社は IIJ が作ったんじゃないんだと。D、あの、電 <laughs> 通が企画運営してんですよというふうに言われました。で、まあ会、会社会員を見ると、えー、っと、まあ、IIJ が、IIJ の人がいっぱい出てるんだけどね。 うん、多分、この最そうだな、代表取締役って、ここら辺は電通なんでしょうね。あとは IIJ の人がいますが、えー、国際協力銀行総裁なんかもいますけれどもね。前、全部ね。あの、<laughs> 電通、いや、びっくりしました。あのね、まあこれはね、未確認情報ということで、あの信じないでくださいね。信じないでください。よ、知らないですからね。あの、 ここういういとなんですよ実はね前々からささやかれてたように日銀が潰れると、あのー、今までねロックフェラーロスチャールド JP モルガンなど、えー、300人委員会がね、えー、組織していた、えー、国際金融中央銀行制度がですねなくなると日銀なくなってみずほ証券になるって話があったんだけど実は電通になると びっくりしました。で、この D カレントが日銀の代わりを果たすということらしいですね。で、電通はね、<laughs> まさしくちょっと怖いですね。電通はね、あの、例のですね、マッカーサー元帥が率いるですね、えー、<laughs> マッカーサー元帥が率いるですね、あの、戦勝国のね、えー、代表団、 はですね、日,本日本の、えー、今後はですね、もう電通に任せたという話、まあ、電通っていうかさ、まあ、あの極東のです、ねえー、政治経済はですね、す、ま、べ、あ、て、えー、韓国にしようということでね、まあ、電通の社長は韓国の人で、<laughs> まあ,あんまり僕は知らないけど、 あのユーチューバーのね NHK からも国民を守る党の立花隆さんがお話しするには電通の社長はもうず随分前からあの最初から韓国の人だってことだよねで NHK はねあのまあ電通っていうのはさ日本の <laughs> テレビ広告新聞広告雑誌広告を全部仕切っててね今も仕切ってるんだけどインターネット広告も全部仕切ってるんだけれども あの結局さ、人間っていうのは、テレビとか新聞とか、雑誌とかインターネットの、えー、広告とかね、情報に、すべて鵜呑みになっちゃうんだよね。自分の感性とか価値観っていうのは、合ってないようなもので、一言でもね、他人に何か言われたらねそう、それにバイアスがかかるんですよ。自分の意識っていうのはね。だから自分の価値観っていうのはね、本当は、えー、ないんだよね。本当はないんですよ。それを行動心理学とか、 まあ心理学とか言うんだけどね。で人、日本人っていうのは全て、日本人の価値観は全て <laughs>、電通が今まで作ってきたんだよね。うん。それで、あのまあ、電通が支配されてて、それをね、許しちゃいけないということで、まあ、宮内庁とか国会議員とかは NHK を存在させてね。で、NHK だけは国民からお金を取って、えーまあ、韓国支配っていうのを免れると。 1曲でもね、テレビ局1曲でも免れなくちゃっいうことで、NHK というものを作ってですね、NHK というものを存続させて、えーまあ、あの視聴量というものを存続させてたんだけど、まあ、ちょっとこれ今後どうなるか分かんないと思うんで、NHK は今、電通に飲み込まれちゃったからね、電通の支配下にありますから、NHK も。で、まあ、あの電通によってですね、あの戦後の日本は、えーまあ、韓国支配下に置かれてますよね。日本ってのはまあ韓国 そのものもみたいな感じになっちゃってるね、今ね。それで、まあ、知らないよ、僕はあの、そういう風に、まあ、ちまたら聞いただけたから。知らない。まあ、あと、まあ、これは本当かどうか分かんないですけどね、天皇陛下も、まあ、ある時からね、あの、あっち系の人になっちゃう知らない。ちょっとそれは分からないですけど、えー、それでですね、これ、D カレントの D っていうのは、電通の D だよと。 で、このパンギア大陸で何を意味しているかというと世界の通貨は仮想通貨になりますよとで、日本の中央銀行1割日銀は電通が変わりますとで、日銀はあのインターネットできないでしょだからあの民間企業のね、IIJ に頼んだと本当は電通が仕切らなくちゃいけないんだけど電通が IIJ に頼んだだけで IIJ はそのインターネット インターネット技術得意だからね。じゃあ、II チェにちょっとまあ、<coughs> 技術的なことをやらせてるだけであってね。まあ、伊藤忠テ, <laughs> テクノサイエンスっていう会社だったんだけど、名前変えて伊藤忠テクノソリューションズ。ここもちょっと伊藤忠だからね、おっかないとこですけどね。伊藤忠本体もいるからね、ちょっと怖いけど、えそういうことらしいです。それでね、まあ、あの結論としては、こういうことなんですよ。こういうこと。 はい。パンゲア大陸がでしたよね、今ね。D カレンシーで、D カレント。まあ、電通通貨ですよ。電通通貨。D カレンシー。電通通貨って、おーよーよーよいって感じで、パンゲア大陸。これは、まあ、世界統一通貨を意味しています。で、日本は電通が仕切ると。ほんで、アメリカはどっか、よくわかんないけど、どっか仕切るんでしょうね。 はい。それで、世界統一通貨を作って、世界統一政府を作ると。だから、ヨーロッパ、ヨーロッパの EU、EU みたいなもんだよね。まあ、EU 離脱するかどうかで悩んでるとこもあるけどね。あの、イギリスですよね。まあ、多分離脱しないと思いますよ、あれはね。で、パンゲア大陸を表示して、世界統一通貨を表現して、世界統一政府を表現しましたと。そして、それはワンワールドだよね。一つの世界であって、 ニューワールドオーダーにつながると。まあ、こういうことらしいですよ。だから、あの、<laughs> まあ、わからない人はわかんないよね。あの、はみたいな、はみたいな感じで、あの、ね、お金は平和のために生まれたということでね、えー、ここら辺に書いてあるのかもしれないけれども、あいろいろ書いてあるよね。お金は一つのアイデアとかね。 やばいでしょ、これ。本当にこう、えって、お金は愛であるとかさ、人間は無防備だ。一人では十分な食べ物を手に入れることができない。寒さや暑さから家族を守ることもできないっていう、こう、哲学的なことを、かが書いてありますですね。で、これは何なのお金の本質は信頼であるとかさ、大昔、石ころや貝殻をマネーだとみんなで認めたようにってね。 こういう、あの、これ、多分、そう、もう少ししたらですね、表、表示がなくなってくると思うんですけれども、あの、これ、パンゲア大陸、もうこの表示もなくなってくると思うんですけどね、今しかないよ、ということで、えー、本当にですね、やる気満々だと、ディーコレンシーをね。で、ここに、今ですね、あの、4つか5つぐらい、4つぐらいの通貨しかないけれども、ここに、 えー、J、J コインですね。今、日本政府が、日銀、日本日銀というか、金融庁とか財務省が作ってる J コインっていうのが載ってくると。で、それが、えー、日本円ですよ。JPY ですよと。JPY ですよと。日本円は D カレンシーが管理監督しますよと。発行枚数とかね。はい。そういうことになりそうです。ということで、この D カレンシー、 だから G カレンシーが、まあ、上場したら株式すごいなと思う。あの、上場しないと思うけどね。うん。またロックフェラーとかが裏にいるかもしれないから。で、Q ネットとかさ、こういうちっちゃいとこ、オプティコムとか、ちっちゃいところの株を買っとくといいかもしれないね。まあ、インターネットイニシアティブとかね。Q ネットとかオプティコムとかね。うん。なかなかバカ、バカ上げ間違いないと思いますね。ということで、<laughs> 私が、 血入れたですね、えー、この <laughs> パンギア大陸の意味を、えー、お話ししました。で、私まだ新規登録やってないので、明日あたりですね、明日の午後から、うんえー、この D カレンシーのですね、えー、新規口座解説のやり方をですね、えー、動画を撮っていきたいと思います。ちょっと注目しないといけないなと思っております。それでは、これで終わりにします。えー、これですね。 えー、日,銀が潰日銀が潰れて、その代わりに電通が、えー、日銀の代わりを果たすと。パンギア大陸から世界統一通貨、世界統一政府してなって、ワンワールド、ニューワールドオーダーにつながっているということでございました。それでは、これで終わります。千葉県松吉より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。